まもなく12時半からの開始となっております第2回豚まん大食いコンテスト。頑張ります。今まで何か大食いコンテストとかにやってられたことありますか？あるよ。ぜひ頑張ってください。ではエントリーナンバー2番のんの様、頑張りますか？何歳ですか？6歳。6歳での登場です。大食い何回食べれそうかな？頑張りますとのことです。皆さん大きな拍手お願いします。ではエントリーナンバー3番ゆうき様、では参加についての意気込みをお聞かせください。僕も初めてなんですけど、できるだけ頑張りたいと思います。ぜひ頑張ってください。よろしくお願いします。エントリーナンバー4番片田義嗣様、からに食べそうな参加についての意気込みをお願いいたします。二日酔いですけど頑張ります。あの嘔吐するときは大惨事になりますのでお気をつけください。隠れてではエントリーナンバー5番さきひろたか様、どうもありがとうございます。参加に関してのお気込みをお願いいたします。そうですね、参加する限りは優勝を目指して、とりあえずあの上のものが全部なくなるようには頑張ります。ぜひ10個以上お食べくださいませ。すみません皆様、あのちょっとご注意なんですけれども、そちらのパイロンの中側の方にあのお入りくださいませ。あのお車が通りますので危ないですのでよろしくお願いいたします。ではエントリーナンバー6番深谷和代様、参加についての意気込みをよろしくお願いいたします。前ね、ここで豚まんのやつを食べて美味しかったもん。今日はたくさん食べて頑張りたいと思います。もう見るからに闘志みなぎってるような感じですね。はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ではエントリーナンバー7番ゴン太様、女性とは珍しいですが、参加についての意気込みをお願いいたします。男性が多いので楽しんで食べたいと思います。何か大食いコンテストとかにはご応募されたことはありますか？前福岡のおにぎり大食い大会に行きました。ちょっとしたあの女性の部下の優勝者ですごい何個ぐらいその時お食べになられました？女性で7個はすごいですね。ではあの今回豚まんですが大変かと思いますがよろしくお願いいたします。エントリーナンバー8番イモゴリラ様、イモゴリラさんです。お水は あそこにありますお水だけでお願いいたします。はい参加についての意気込みをお聞かせください。意気込みは、あんまり僕食べれないんで、会社の宣伝のために来ました。会社の宣伝にちなんで、アグリクボカーの豚まんも美味しいというふうに宣伝してくださいませ。
他の豚はめちゃめちゃ美味しいです。ただ5、6個目から結構きついです。確かにそうですね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。ではエントリーナンバー9番、川村誠様。参加について意気込みをお聞かせくださいませ。実は今日カメラマンに急遽今頃らにゲロとゲロと言われまして、鶴巻の皆さんで頑張ります。はい、それは二日酔いでも何でもないです。二日酔いですね。はい、ザブザブ飲んでましたね、昨日。はい、すいません。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではエントリーナンバー10番、刈田光栄様。参加についての意気込みを一言お聞かせください。初めてなので頑張ってみます。大体目標は何個ぐらい食べれそうですか？どこまで行くかも、どこ以上は。ぜひ頑張ってください。よろしくお願いいたします。では10名お揃いになられました。ここで前回チャンピオンの第1回豚まん大食いコンテストチャンピオン浜田保様、特別参加でございます。前回9個豚まんを食べました。9個はなかなか食べれなかったと思いますが、今回は何個を目指す予定でございますか？今回は2桁、はい、目指して頑張ります。5分以内での9個、今回は5分間で2桁いくという意気込みですが、前回コメコメフェスタで2回優勝されているようですが、その時おにぎりは何個食べられましたか？3分間で 100g の塩むすびを、12個、はい、食べました。今回の豚まんを攻略する方法は何かこう考えてこられましたか？水とのバランスです。水とのバランスです。500ml しかありませんが、皆様その1本でぜひその豚まんを突破してください。ではよろしくお願いいたします。それでは豚まん大食いコンテストのルールを説明させていただきます。ルールは制限時間5分以内に一番多く食べられた方が優勝です。ただし完食した分だけカウントされますので、こぼした分や制限時間直前に口に押し込んだ分は数にカウントされません。完食したと審査員が認めた数のみが記録されますのでご了承ください。最後にご注意いただくことがあります。豚まんの完食の数は豚まんの裏についている紙の数がその方の数字となりますので、紙をなくされた方や破ってしまった方はカウントを無効とさせていただきますのでご注意ください。なお点数が同点の場合はこちらにありますノンジャーエール炭酸飲料なんですが、こちらを早飲み一騎打ちで行っていただきたいと思います。豚まんが入った胃袋にこの飲んじゃえる炭酸きついので、ぜひ皆様豚まん思いっきり早食いしてください。では審査員が定位置につきます。では豚まん大食い大会を始める前にもう一度ご注意させていただきますが、お車が通りますのでホールの外側に出られているお客様は内側の方にお入りください。お車が通りますので危ないですのでお気をつけください。注意事項ですが、お水は500ミリリットルのペットボトル1本のみです。
皆様ペース配分をお願いいたします。豚まんの中身も熱くなっておりますので、やけどにはご注意ください。もし途中で万が一嘔吐される場合は失格となりますので、ご了承くださいませ。で、詰まりましたら吸引器もございますので、詰まったっていう風にジェスチャーで教えてください。ズズズズッと取りますので、このコンテストはあくまで自己責任での参加となっております。体調の優れない優れる範囲でご参加ください。では大変お待たせいたしました。それでは第2回豚まん大食いコンテストの開催です。では私が合図いたしますので、笛が鳴りましたら皆様取り掛かってください。あはははは言われませんね。それでは皆様位置について、の前に